チラタワーを作っていきたいと思います。イエーイ。今回はノリでチンチラタワーを手作りすることにしました。みんな喜んでくれるでしょうか。はい、ということで完成したのでチラ部屋に持ってきました。今からオスチンチラみんな連れていきたいと思います。まいよ、行っていい。あ、発見したよ。ふふ、豚町どうですか。大福、山木そっくり。なんか増えてるもん。とりあえずペレットやね。とりあえずペレットやな、うん、あ、ヨモギをチェックしてる。そこいいの。やっぱ風になるというか隠れれるとこが好きなのかな。かな。ちょうど3方向にものがあるもんね、この場所。うん。ご飯タイムになっちゃったね。うん。チラ目線で言ったら上どこまであるか分からへんから先上に乗っけてみちゃおうか。なるほど。おいでおいで。おいでおいで。にゃーん。眠っちゃら。一瞬で降りちゃった。でも分かったんじゃん。かな。よもぎ分かった。またむち来たな。おお。本当に気に入ってる。ちなみに、のめちゃんがモフカフェって書いてくれた。うん。一番高いところや。大丈夫？降りちゃった、一番上から。あ、ヤマギ。ちょっとお腹いっぱいになったから、興味が湧いてきたみたいな。うん。ダイナックスのある。かわいい。あ、みんな食べ終わったから気づいてきたさ。うん。分かってしまったよな。分かってしまったの。何かが置いてあることに。嘘。なにもかわいいの。チンチラみたい。チンチラやねん、実は。あれ？成長です。いや、かわいい。あ、入った。入社されちゃった。車庫に。あ、大福も来た。みんな届き来たよ。ああ、これ嬉しそうやな、エモリ。うん、ずっと気にしてある。どうやもん、気に入った。気に入ったやない。キュッキュやってきた。なんとジジン乾燥メキャです。自家製おいどんも作りやした。メキャビツでいう、メキャビツでいう。
もみじお菓子あるよ。いろんなのありすぎて。一番てっぺんに行った時にあげたら。あ、なるほど。てか、てっぺんに置いといたらいいんじゃない。確かに。ここにあると。うん。見つけられるかな、みんな。よもぎが来ちゃった。よもぎ覚えちゃった。美味しかった。美味しくって、これを食べたい。上に置いてあるからね。上に置いてるから、美味しかった、俺が作った芽キャベツ。美味しかった。3回目あるで。気づくかな。でもみんなちょっとそわそわしだった、うん、匂いで気づいてるっぽい。魚かな。ああ、決めてない。素通り。あ、おいしい。食べた。よし、ここにおいしいのがあったり。よし、食べたき。これで上に何かがあるかは、大福は分かった。この日は結局3階には行きませんでした。このままタワーをチンチラ部屋に設置していると数日で3階にたまに行くようになりました。オスたちの散歩の後でアスキとホタルを散歩させましたが、アスキはすぐに3階でくつろいでいました。さすが肝っ玉母ちゃんです。今回チンチラタワーを作りましたが、以前モルモット小屋を作った動画もあるので、よければ見てください。それではご視聴ありがとうございました。